よいしょ。キャリパーを TZ250 から FZ400 にしたのと、 TZ500 のエーサーのディスクから RZ250 の純正に交換した、部品がブレーキパッドが出なくなったので、キャリパーを交換する必要が出たんだけども、それに合わせて、ディスクのスペーサーが必要になってきたので、ディスクも交換する必要に迫られて交換したのか。ディスクの径が287ぐらいから256にちっちゃくなったのか。なので制動力は落ちるはずだけど、純正の RZ 純正のキャリパーは片押し1ポッドから FZ は、2ポッドになったのでなっているので、制動力自体は上がっているので、まあ大丈夫なのかな。実際乗ってみた感覚はあんまり変わらん、なんとなく良くなった気がするかな。前よりは、下がってるはずなのか、なんとも言えんか、相殺されて結局同じぐらいか。あとはどうだろうか、お店の人も言ってたけど、ディスクのとにかく重さが全然違うので、外してみるまでわからなかったけど、なので真似下の重さが全く軽くなったということは相当なメリットのはずだけども、実際乗った感覚じゃあんまりわからんかな。まあとにかくしばらくこれで行ってみましょう。迫力は少なくなったけども、よいしょ、見慣れたらこっちの方がいいかな。なんとも言えないですね。溝が入ってないのも昔っぽくていいと言えばいいか。 FZ のキャリパーも、純正に比べればヤマハのロゴが入っていて TZ っぽくてかっこいい。